アンデッドアンロック第16話レボリューション見ていきたいと思います。何なんだろうかな。でもなんかもう気づいたら16話なんだよな。早いな。レボリューションって革命じゃなかったっけ。でしょう。革命ってなんだ。力が入った。で、あのリップとかがいたのがアンダーっていう組織っていうのがあった。まあ似たような神を殺したいんだと、アンダーは。合ってるよね。違ったっけ。まあでもその、ん違うな。あどっちだっけ。いやまあうん、でもそうなんだ。アンダーっていうんだって。似たようなことやんだよ。目的が違うっていうかなんか、理由が違うっていうかなんかあんな感じだったよ。前回を見直した方が早いな。で、力は入ってくれた。で、なんかまた、なんか、ブルーってなってるところで終わってるから。大丈夫かな。じゃあ早速見ていきたいと思います。もしこの動画良かったら高評価、チャンネル登録、コメントよろしくお願いします。Twitter もやっておりますので、フォローお待ちしております。よろしくお願いします。ああ、どうなっかな。楽しみ。はい、それでは D アニメストア再生していきます。3、2、1、スタート。2020年11月30日23時40分やっぱ目は見えてないんだな。あ、オープニングか。うん？あれ？ちょっと前から変わったか。そっか。記憶なくしてんだよな。そう、そうだよね。オープニング変わったんだもんな。ツークールだからな。そうだな。俺多分前回もオープニング変わったって言ったな。なんだ。あれかな。なんかどっか行くんかな。なんかいっぱいいんだよな。知らないキャラクターが。戦うんかな。これ何なんだろうな。本編開始。そう。2020年12月1日午前0時ユニオン施設内円卓の前。ここまでは知ってんだ。こっからだ。
くましい顔になったな、風子。スプリサマオーダー、ウィンター年内いっぱいか、なんかやばくね、太陽に行こうとしてない、いやー、それ元も子もなくないかい、ダメなんじゃないの、それは。なんで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 、マジ？は？
は？目見えてんな。目変わったもんな、色。ほらー、やっぱアンダーだ。いや。マジ？アンデラおもろすぎん？こんなことなるん？ピーパーと。いつからアンダーのメンバーだったんだろう。あ、足も戻って。アンビリーバブ、不可侵。いや、多分それがもう、おい、力。ボス、じゃあやっぱもう最初からじゃん。途中で寝返ったとかじゃねえんだな。はいよ。アンストッパブル、不停止、足、パクれるんか？
オンジャスティス。はははははは。もうやっぱパクってるような。ダメ。ダメ。タチアナじゃなくなった。アンタッチャブルって呼んだ。これずるくね？バカでかいじゃん。ほう。
ほう。ほう。そうだよ。そうだよ。おもれー。おもれーすぎるやん。すご。おもろいって。いや、ちょっと待って、だいぶ面白いんだけど。やば。めちゃくちゃ面白くない？ だいぶ面白いよ。ずる。こんな面白いんだ。やべえな、ずっと面白いしか言ってねえわ。いや、面白いわ。いや、だってすごい面白かったもん。やばいね。超面白いよ。え、やば、おもろ。マジか。最初からのパターンだったか。途中で寝返ったではなさそうだもんな。だってボスだもんな。で、ユニオンにいながら、こう、いろいろ考えとったんやろうな。じゃ、立ち上がった、いや、立ち穴か。うん。立ち穴と初めて接触。アウトスマート。どういう意味なんだろう。わかんねえや。銃の必中とかじゃないだろう。そういうのじゃないと思うけど。いや、そうなのかもしれんけど。で、能力パクれるってなんだよ。なんとかでしょ。一時的に相手の能力を真似る？自分が利用するって、不なんとかでできんのか？否定の能力じゃなくねえか？だって相手を利用してるんだもん。で、特別その相手が使えないっていうあれじゃなくない？だって、アンディの、なんちゃらバレットはさ、だってこう指噛んでこうなってる状態で、はっ！ってなってたから、ずーっと使えるはずなんだよ。そしたら。いや、でもその権限が向こうに移るとか、そういう感じなのかな。ビリーが持つのか。
いやでも不信頼だったか、アンビリーバブルだとしたらアンビリーバブルなんだ。でも銃うんぬんとかじゃねえんだろうな。銃だけじゃなくって全部に使えんのか。え、めちゃくちゃ面白い。やば。アンデラおもろいわ。すごいな、アンデラ。超面白いよ。次回が楽しみだぜ。いや、面白。すげ。終わり。もしこの動画良かったら高評価、チャンネル登録、コメントよろしくお願いします。ツイッターもやっておりますので、フォローお待ちしております。概要欄の方リンク貼っておりますので、そちらチェックぜひ。ということで、アンデッド・アンラック第16話、レボリューションでした。ありがとうございました。なるほど。